本当にフラメンコだ。もう実はボーマさんのボーマでしか今動かないんですけども、ボーマさんのカメラの映像、よしですよ、皆さんOK になったら OK と言っていただいて、皆様カメラのご準備よろしく、操作者が押すということになるので、ちょっとこれは3、2すごい。音がすごい。もう本当に何が起きたみたいな感じで、もうでしも頭が真っ白になる感じで、で気づいたら絡まってるっていう感じですね。本当に泥棒とかはすごいびっくりすると思います。出てないらしいんですよ。だけどだからこんなにスピード速くなってももうちょっとちっちゃいロボリアでもできるから、ロボリアをヨーロッパ展開したいって言われてるんですよ。だからどっかでもともかく侵入者があったらある程度追いかけられることとか、侵入者に対して網を発射するとか、そういう攻撃というか、ある程度能動的に反応できることを一つの機関に押し込むっていうのがやっぱ、一番大変だったですね。今まではどちらかというと受け身のロボットばっかり作ってましたんで。これは車で怖い。ゆっくり行きながら止まって、打ったら。